皆さん、こんにちは。どのメーカーも莫大なお金と時間をかけて新型車を開発しますが、中には高い評価を受けながらもヒット作にならない場合があります。そこで今回は高評価なのに売れなかった国産車についてご紹介します。1. 日産9代目ブルーバード。初代ブルーバードは1959年に誕生し、2代目からはスポーティーなグレードも用意され、国内外のラリーでも活躍したことで高性能セダンとして人気のモデルでした。長い歴史を刻んできたブルーバードですが、1991年というバブル景気末期に発売された9代目ブルーバードはかなり迷走してしまったモデルと言えます。ボディタイプはセダンの 3S と EX、 ハードトップの ARX を設定していました。リアサスペンションに採用されたスーパーアクティブ等コントロールとボディ剛性の向上により優れた操縦安定性を実現。しかし 3S グレードは北米市場を重視したため、米国日産デザインインターナショナルのデザインによるもので、曲線を多用し、これまでのブルーバードとは異質なデザインでユーザーから敬遠されてしまいます。特に後部に向けて下がっていくトランクのデザインは不評でした。結果、次世代のブルーバードはオーソドックスなセダンのデザインに戻されます。 2. 三菱 FTO。 1990年代、三菱は高性能セダンランサーエボリューションや高性能クーペ GTO など発売し、ハイスペック路線を拡大していきました。そうした流れの中、1994年にスタイリッシュなツードアクーペ FTO を発売。駆動方式は FF ながら200馬力を発揮する 2Lv6 エンジンを搭載するなど、スポーツモデルに仕立てられ、足回りのセッティングも秀逸と話題になり、コーナリング性能の高さも評判になりました。これほどまでに評価が高かった FTO ですが、販売は苦戦してしまいます。同年代のライバルに日産シルビアやトヨタセリカ、ホンダインテグラなどがあり、ライバルに対しての決定的なアドバンテージになるようなものがなかったからかもしれません。そして発売から6年後の2000年にフルモデルチェンジすることなく生産を終了します。 3. トヨタ IQ。 メルセデスベンツが販売しているスマート42や、かつて販売されていたスズキツインのような車をマイクロカーと呼びますが、どちらもツーシーターです。街中を走る足としては十分な空間を持っていますが、2008年、トヨタはマイクロカーと同じような車体形状で4シーターとしたモデル IQ を発売。ボディサイズは軽自動車よりも40cm 以上短く、この中に4つのシートを収めるために非常に高度なパッケージング技術が注ぎ込まれました。専用設計されたトランスミッションで、エンジンよりも前輪を前に出し、エアコンのユニットも専用に小型化して助手席足元の空間を確保。また燃料タンクを床下に格納し、運転席助手席シートバッグの薄型化などで4シーターを実現しました。ただし快適に乗れる限界は大人3人と子供1人の3プラス1のようです。これほど小さいと安全性の確保も難しいですが、後席の乗員を追突事故時に保護する世界初の
リアウィンドウカーテンシールドエアバッグを全車に標準装備するなど、 IQ の開発には技術の粋が集められました。しかしこのサイズの車に4人乗車というのは一般にはあまり理解されず、そもそも軽自動車の方が使い勝手も良いはずなので販売は低迷してしまいました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。